福田すつむぎは、千葉県松尾町出身の元プロ野球選手、宇と右内。ち。小学校2年生の時に、松尾キングスターズで野球を始め、当時は、投手という劇種。松尾中学校時代は、99シニアで、投手としてプレーした。奈良市の高校では1年生で、主に中堅種のレギュラーになった。2年生時の春の選抜大会の1回戦で、7番。 中堅守、二回戦では、四番、中堅守で、先発出場し、計八打数三安打一本塁打一打点、打率、375の成績だった。三年生時の夏の甲子園、千葉大会では準決勝で、成田高校に3の四で敗れた。野球部の同期には、山下明翔がいる。二千十四年四月十九日中央大学では一年生児の、春に、 中堅守のレギュラーを獲得し、2年生時の周期リーグで、当と大学野球リーグのベストナインを獲得した。4年生時の夏に、打撃フォームの改造に着手。同年の周期リーグでは打率、328、10打点2本類が、6盗塁と初の3割超えと本類打を記録し、2度目のベストナインを受賞した。大学の野球部には3学年先輩に、 井上春地下、二学年先輩に、鍵谷洋平、同期に、島袋洋進むがいる。2014年10月23日に行われた、プロ野球ドラフト会議で東北楽天ゴールデンイーグルスから3位指名を受け、契約金5500万円、年俸1000万円で合意し、入団した。背番号は、24。2015年、開幕を一軍で迎える。 3月28日の対北海道日本ハムファイターズ戦に2番右翼手でプロ初出場初先発し4月14日の対埼玉西武ライオンズ戦ではプロ初安打を放つと17日の対日本ハム戦ではセーフティーバントによる敵時内野安打で初打点を挙げ21日の対ソフトバンク戦では7回に初盗塁28日のオリックス戦では 初の猛打賞を記録した。5月の序盤は好調で、一時期ながら一番中堅守に定着。同月21日の対日本ハム戦の2回には、武田勝から、初本塁打を放つ。しかし、以後は調子を落とし、6月にはスタメンから外され、同月28日に登録を抹消された。 シーズン終盤の9月27日に再登録後は31打数8安打であったが、そのうちの4安打は、翌28日のオリックス戦で達成した自身初の1試合、4安打であった。2016年も前年に引き続いて、開幕を1軍で迎える。6月4日時点で36試合出場、そのうち14試合の先発で打率、200、本塁打にという成績であり、 翌5日に抹消される。2軍では47試合の出場で、打率。188、本塁打0の成績に終わり、シーズン終了まで、最小格はなかった。2017年は1軍出場がわずか9試合に終わり、2軍では80試合の出場で、打率。238、四本塁打の成績であった。10月28日に、戦力外通告を受けた。 楽天退団後、2018年1月に、自身のインスタグラムのアカウントを作成。野球選手としては引退し、ソニー生命の柏支社に営業職として入社した、ことを明かした。ありがとうございます。